何あれ、なんかあるよね。え、チンクル飛んでるんですけど。え、クロックタウン来たね。こっちじゃねえな。え、クロック、あ、いや、こっちから行けるんか。なんかめちゃくちゃぶつ切りになっとるけんさ、マップ。どこがどう繋がっとん、ここから行けるってことね。はい、クロックタウン来た。んで、そこだ。よしよしよし。位置が合ってなかったんだな。来たよ。はぐれ妖精捕まえてきたよ。はい。これで戻る？いやでも大妖精も怖いんよな。普通にはぐれ妖精の時の方が可愛い。チャット、そして姿を変えられた親切な若者よ。バラバラになった体を元に戻してくれてありがとう。私は魔法の大妖精。私としたことがあの子だと思って油断をしてしまいました。今の私にはこれくらいしかできませんが、お礼にあなたに魔力を授けましょう。魔力？さあ受け取りなさい。何魔力って。何、大丈夫？なんかゲージが出た。左上に。ハートの下。おー、力がみなぎる。目が赤い。魔力を授かった。今の姿なら B を押せばシャボン弾。しばらく押して離せば大シャボン。使えば魔力は減っていくが、魔法の壺や薬で補給回復。あ、時間経過で回復じゃないんやね。なるほど、なるほど。そっかそっか。町の外にある天文台に住んでる人が、スタルキッドのいるところを知っているはずです。天文台に行くのにあれやん。子供たちの、ね。あそこ通っていかんといかんってことよね。ただし気をつけなさい。今のあの子の力を甘く見てはいけませんよ。やっぱ仮面の力か。親切な若者よ。元の姿に戻れたら必ず来なさい。その時、あなたの力になるものを差し上げましょう。了解です。いちいちうるさいんよね。声が。さあ、これでシャボンが使えるようになった。イェーイ。で、子供たちのやつさ、これシャボンで割れるってことかな？え、どこから割るんやろ？お。これで狙える？え、狙えねえのか？何あれ？ねえ、なんか出した私。何あれ？シャボンあれが。うわ、キモ。あー、なんか。お。なんか若干。いや、1。当たってねえのか？最後の朝、あと24時間。最後。死ぬ方の最後やん、それ。え、やばくね？なに、どこから狙うの？やっぱ上から？てか、バンバン使いよるけどさ。バンバン使いよるけど。やべえな。なにあれ？なんかあるよね。え、チンクル飛んでるんですけど。どういう状態？怖っ。怖っ。これで飛びながらとかできるんかな？いや、できねえ。くそ、やっぱ降りてじゃないと無理なんか。ねえ、なに、チンクルなんかめっちゃ飛んでんだけど。待って。はい。もう何やってるのよ。天文台に行ける秘密のルートのことはジムに聞けばいいんでしょ？シュールな絵。ほらほら、ぼーっとしないで。もう残り1日もないのよ。わかってますよ。なんだよ、ちびすけ。俺は今、吹き矢の練習で忙しいんだ。風船も割れねえくせして、このジム様の邪魔すんな。しっし。やっぱあれを割るしかない。でもあれに注目できないんすよね。く。どうやったらいいんだ。やっぱ。
この辺か。なんで割れないの？あ、割れた。やったー、割れたよ。やった。狙いにくくない？あんな感じなん？今割ったのお前か？デクナッツのくせになかなかやるな。お前なら町の外の天文台にあるボンバーズのアジトに行ける秘密の暗号を特別に教えてやってもいいぜ。だけどただじゃ教えられないな。それなりのテストを受けてもらうからな。覚悟はいいか？まあでも子供の言うことやけんね。よーし、野郎ども集まれ。何、戦うの？番号が振られとる。え、俺たち5人を明日の朝までに全員捕まえられたら暗号を教えてやる。そういう感じ。準備はいいか？5人ね。明日の朝までとかも期限。待って、この街の中におるんすよね、あの5人が。ヒントみたいなのはないの？え、あそこに1人おる。待って、とりあえずルピーも稼いどこ。ルピーも稼いどこ。ね、そこに1人いたよね。イエーイ。え、話せない。あ、アタックすればいいの？普通に。あ、捕まった。あと4人。頑張りまーす。あと4人、あと4人。届いてたのか？え、何？もうなんでこんな悪ガキたちのお遊びに付き合わなくちゃならないの？あんたも早く捕まえなさいよ。朝まであと19時間43分しかないわよ。それがどれぐらいで経過しようかがわからんのよな。あ、え、あ、これは違うんか。こいつは違うんか。はい。はい。なるほどね。あれが全仲間ってわけじゃないわけや。いねえな。え、こいつだ。おい。おめえだ。待てよ。逃げるんだな、普通に。ああ、待てって。おいおいおい、どの辺まで逃げるんだい、君。はい。あ、捕まった。あと3人。よし。あれか？違うな、さっきのやね。どの辺にいるんだ、あと。あんなに逃げ回るとか聞いてないんだけど。え、何？え、なんか揺れてない？何？今の揺れ。飛行機かなんか？そんな世界観じゃないよね。飛行機とか飛んでないよね。さあ、あと3人。うわ、ここ犬がおるとこや。やめてや。マジやめてや。やめて、来ないで。あと3人。これは？こいつや。イエーイ。あ、捕まった。あと2人。あと2人。あと2人、あと2人。あと2人。こっちの方向は？あと2人。何やってんだ？何ここ。あ、あっち側に行くんか。じゃあここ犬がおるとこやって。あと2人、あと2人。建物の中とかにはおらんねやろ別に。あと2人。あと2人。走ってんなー。めっちゃ走ってんなー。あと2人、あと2人。え、てか夜もずっと隠れてるってことよね、朝までにってことは。どんだけだよ。いや、いねえな。え、あと2人よね。ずっと言いながら探しよるはずなのに、なんか忘れそう。あと2人。うん、ここを。あいつか。いるじゃねえか。待て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 。え？なに、あそこに。あそこにいた。え？なに、向こう側とか行ったの、もしかして。いや、そこにおるな。
え、いや、そういうギリギリのところでやられたらさ、私向こう行っちゃうじゃん。よし。あ、捕まった。あと一人。よし。あと一人。頑張るぜ。あと二人。あと一人、あと一人。ん？今あそこにおらんかった？おったよね、今絶対。上におったと思う。これでジャンプしていけるかな？絶対おったって今。ほら！ほら！よっしゃー！あ、畜生、とうとう捕まった！イェーイ！デクナッツのくせにやるじゃねえか。しかし惜しいな。お前が人間だったら、ボンバーズオリジナル、団員手帳を渡して仲間に入れてやるところなんだけど。お前らどう思う？いいやん。ダメダメ、ダメなん？そうだよな。一度人間じゃないやつを入れて、こいつらひどい目に遭ってるから。それ、あれやない、スタルキットやない。勘弁な。だけど約束通り、暗号だけは教えてやる。一回しか教えないから、よく見とけよ。いいか？一回しか？1、2、3、あ、違う、これ順番ってこと？ 31542。暗号は31542だぜ。忘れんなよ。ほうほう。31542。俺たちの秘密のアジトのルートはタウンの東にあるぜ。31542。31542。どこから行くんやっけ？東？ 31542。あと12時間。315、あった。どうして？ここを通りたかったら暗号を言うでしょ。31542。当たりでしょ。暗号を知ってるってことは仲間でしょね。よし、通ってよーし。最悪あれさ、なんか一個ずつやっていきよったらそのうち当たるんやね。それはできんのかな。天文台のじいちゃんのところには面白いものがいっぱいあるでしょ。正義の秘密結社、ボンバーズよ永遠にでしょ。めっちゃ可愛い。で、この定期的な、地響きは何？最後っていうぐらいやけん、なんか世界が終わりに向かいよんか？そういうことではなく、なの？これどこに行くんやろ？え、こっちに進んでいけばいいのか？何今の？見てこれ。なんかジャンプできるんやけど、でもジャンプに限りがあるんやな。びっくりした。え、めっちゃビビった今。私、あいつ嫌いなんよね、めっちゃ。そういえばあんなんおったな。今めっちゃ久々に、ね、思ったけど。なんで天文台の人がスタルキッドのことを知っているのかしら。ほらほら、ぼーっとしないで。もう残り半日もないのよ。わかってるよ。ね、これシャボンで割るやつよね。待って。え？どうやったらいいんだ？こうか。いけー。ある程度でかくしたら範囲が広がるけんいける。別に何も起こらんねえけど、割る意味あった？今。やったー。これで魔力が回復するんよね。いいよ。そっか、なんか今のところ街にしかおらんけんさ、敵っていう概念がマジでなかった。これヒントくれるかかしじゃない？あ、そんな感じじゃなかったっけ。やったー。ちょっとお高めのルピー。よ、ベイベー。ほら、ナイスな楽器を求めてさすらう小粋なかかしだ。あ、なるほど。音楽か。ベイベが望むなら、時間を忘れて朝までダンシングだ。Shall we dance? ああ、いいです、いいです。時間を忘れれないんで、今。おう、ソーリー、そいつは残念。それなら、ベイベが作った曲を、オラに聴かせてくれよ。今、オカリナがないんだ。これは割れない壺か。割っちゃいかん感じがするね。うわ、なんかすごい、すごいカラフル。うん、気持ち悪いな。色味が。ここは一体どこなんだろう。外か？これ天文台やないん。え？違う？これ天文台じゃない？
ら、天文観測所。この辺になんかおる？え？え、時間来た。あ、違う。カーニバルが始まったんか。そういうことか。綺麗な花火。ね、天文台に全然人おらんのやけど、カカシしかおらんかったよ。え、ここのことやろ？なんかすごい静か。あ、なに？急に人現れた。さっきまでおらんかったよね。おやおや、今日は変わった子供の出ましやな。ボンバースの新しい仲間かの。うん、この前の仲間よりはしつけが良さそうじゃの。やっぱスタールキッドのことよね、きっと。この間の悪ガキときたら、部屋の道具は壊すわ、月の涙は盗むわ、ほどほど手に負えんやつじゃった。今もほれ、時計塔のあたりでいたずらをしておるだろう。え、マジでおるん？望遠鏡を覗いてみるか。はい。どこ？なんかあそこに浮いてる。ズーム。え、なんか浮かんでる。何やってんの。え、月に向かってなんかしよる。え、なんか目玉からなんか落ちてきた。なに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 、なんか落ちてきたよ。何落としたの。あいつがやったのか。ね、なんか落ちてきたけど。どうじゃ、悪ガキは見つけられたか。それにしても大きな音がしたの。どうやらまた近くに月の涙でも落ちたのかもしれんな。え、そんな頻繁に落ちてくるもんなん。そこから表に出て見てきてごらん。しかし、あの悪ガキは時計塔の上にどうやって上がったのじゃろう。あそこにはカーニバルの前夜だけ開く扉からでなければ上がれないはずなんじゃが。前夜？じゃあもう今は上がれないの。わからない。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、やっぱ地響きとかは何なんやろ。世界が終わりに近づきよるってことなんかな。時間経過めっちゃ早いけんビビるんやけど。